あれなんでそういうところ映んないとみんなそういうの思っちゃうのね。私撮られてること知らなかったから素の状態でしたね。そうそう、素顔だからそういうのも嫌だったよ本当に。ああ、いやいやいや、あの緊張感見てて、うわこれみんな緊張してるわ思ったもん。あっこが台本を置いたとか言ったら、そう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 、何が始まるのかなと思ったら、そうそう、朝ごはん食べるんですけど、朝ごはん食べるんですよみんなで。でも珍しいですよね、今番組生放送とはいえ、はい、スタッフみんなで朝ごはん食べる番組って。そうでしょ、珍しいと思う。前はラジオ体操もやってたんだから、照明さんとか音響さんとか PA さんとか学校みたいですよね。いやだけどね、日曜日にこの番組もね、土曜日のこの時間、学期もそうだけど、結婚したりね、結婚して子供いたりすると大変ですよ、うん、独身の時はいいけど。そうですね、うん、だからスタッフみんなそれぞれ環境変わりますからね。そうそう、若さんももう28年やってるから、うん、まあスタッフ変わった人もいるけどね、やっぱ自然にやっぱみんなでこうね、一体感を持ってないと、うん、ですね、そうです、はい、あれやっぱ長寿番組の良さだなと思いながら見ましたね。あのジャネーノのなんか感想はそのご飯だけやね、みんな言うのは。すごいご飯です、ね、いやもう何から何まで豪快でした。さすがにスターはすごいなと感じた番組でしたねと。もう本当にあのおかゆのスイッチを置き忘れた某プロデューサーで行方不明っていうけど、本当東大出た人でね、はいはい、であの炊飯器に対して文句言ってるって言ってたけど、炊飯器泣いてはってなんでなんだ僕は押したじゃないか毎朝必ずアコさんのためにお粥を炊きます。そう、私が入ってくる何分か前に、その28年の歴史の中で1回だけ炊けなかったことがあって、いや炊けなかった、スイッチが入ってなかった、入ってなかった、何か、うん、ね、そう、それで今も念のため2台でお粥スタンバイ。そうそう、その人が東大出身だったの、はい、チェックする人が京大だったの、私高校3日で中退の その人が本当にあの向かって何か言うてたってのも嘘、その炊飯器に向かって肩を震わせながら、真面目な人だったから、なんでなんだ何言ってんの、いや、とんでもありません、私の方を見て、なんでなんだ押しただろ僕は押しただろ僕はとか言ってんじゃないの、飯ぐらいいいよそんなの気にしないでいいよ、いや大丈夫です大丈夫です大丈夫、いやだって今から炊いたってもう40分ぐらいかかんだから、いや化粧しなきゃダメだから、もうダメだよ、いや大丈夫です、もう今日のことはもう本当忘れてください、本当に申し訳ございませんでした、僕はどうすればいいいやーすごいな、もう東大京大がいやーなるほどね。昔のアッコにお任せって今はあの制作だけど、昔は社会情報局って言って、いや情報番組よ、その制作の間だったんです。なんか結構固い人がついてた、プロデューサーとかディレクター。そうですか、うん。今も一応ジャンルカテゴリーで言うとそのまだ匂いは残ってますね。そうなんですね。はい。社会情報、東京大学卒業で言ってみればもう本当にエリートの方、それこそエリートの方ですよね。東大京大がね、おかゆだけ変化で政治で忘れて泣いたんで、ね、なかなか見られない。泣かしたんですよ。お子さんが。ラジオネームトマトさんもね、はい、ジャネーノ見ました、はい、アッコさんの朝食すごいすごいでしょう、いろいろとね、まあ、ああいう風に気遣ってくるから余計ね、はい、日曜日のね、ほんと9時ってね、そういえばデパ地下も開いてないしね、朝9時、確かにそうですね、ずっと前の日からお弁当頼んだりするんですよ。その冷たいご飯っていうのが、私はもうデビューした時から自分がお弁当もらえなかったから、そのなんていうの、早くお弁当がもらえるかしら、さっきも言ったけど、はい、でもあったかいもの食べたい、仕事終わって何でもいいから食べて、卵焼きとお味噌汁とご飯でもいいからってのあったから、本当になんかこう家庭の朝ごはんみたいなイメージだったんですね。そうそう、だから、うん、あの自分の番組を持った時はって言ってお願いしたら叶えてくださったから、それがずっと続いてる。もちろんこの番組もそうですけど、やっぱアコさん長い番組が多いですから、うん、ある程度こう、まあ、儀式というほどではないけれど、うん、かっちりこう決まってきますよね。そうなの、この番組もだから終わったらすぐ満席会に上がって決まった会議、ね、だから同じ釜の飯っていうのは、うん、そういうなんかこう分かち合えるんでしょうね。ありますね。なるほど、なるほど、あります。はい、はい、メール、ファックス、お電話お待ちしております。はい、受付電話番号東京03-3211-3222、ファックスは0570-021242、そしてメールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。はい、でここでアッコさん、ちょっと
チャゲアンダーですか、いつですか、今入ってきた情報です、これは速報で入ってきました、はい、警視庁はチャゲ&アスカのアスカ容疑者を、はい、覚醒剤取締法違反容疑で逮捕したということです。これちょっと前に週刊誌等で騒がれたこと